俺も買えないよ。部活だよ今の俺の。お前異世界転生おじさんやんな。俺も終わった。絶対終わった。あーあーもうなくなった装備。もう嫌だめっちゃ、やられた。一人めっちゃローだけどな。あの子俺も死んだわ。あー無理だこれ。こいつめちゃめちゃ痛いわ。やばいね。帰るわ俺。なんだこいつらの装備。こいつ装備強くない？ファイブで7割くらい食らってたらしい自分の。頼むって本当に。まあ言うてね。俺も買えないよ。結果は死んだってことですか？俺の見て、俺のキャラクターロビーの部活だよ今の俺の。お前異世界転生おじさんやんなんか。裸マントや裸マント。でもちゃんと強い。でも頭と胴体とズボンと足さえあれば。いや俺もめっちゃ言うやん。はいーす。いいーす。千葉原さんタルコフはいいんですか？待ち時間長え。そんなに長え。証明し5分ぐらいでしょ。5分は長いよ毎回毎回。待って、千葉原帰りしもの DAD にちょっと帰ってギプあるね。いいね。え、何レベルまで行ったの？タルコファ 15? あー、え、でも一番楽しい時期だけど、そこ。うん、いや、ゲームはおもろい。マジで待ち時間投げし、あと、マジで重すぎいくらなんでも。今重いんだ。フトタル僕大好きだからさ。あー、フトタルは重いね。重すぎてもう剥げそうになる。それに比べて DAD は軽いし、速いし。軽いし、そう、即マッチがマジでかい。ほら見て、いくら送るの？1250。俺抜かないで。俺それ命取られてるから俺も。正直。オッケー。ノーサンフルクチュール来るね。強いねこれ。怖い。うわあ3000になった。帰ろう。これどうすればいいんだ？それでアグリキンさんはキャラ変えてで終わりか一旦。終わりじゃねえよ。返せ。俺の貯金が。いやでもソロでやるときあるかもしんないよ。おなんか35円がいく。じゃこれは手数料って。手数料ね。ここにあったやつだからさ。ケチくせえな、なんか会話が。でも俺と15円ぐらいいいじゃん。でも俺とデュークはまあもうひたすら取り合ってるからね、金を。アリケンさんだから。アリケンさんがマジでひどい。この宝箱あげるからとかって言った瞬間にもう宝箱ないからね、中身が。いや650円装備か。高いな、死ねないな。650円でん、何何かどうした？え ?650 円でしょ ?650 円高いよね。まあまあ高いけど、うん、これ持ってるじゃん、アリケンさん。確かに確かに。使うか。いや、これアリケンさん。ヒルヒルヒル。あー無理。待って、終わった。俺も終わった。絶対終わった。もうなくなった装備が。もうやめる。ちょっと待って。ちょっと待って。レンジャーのあれ痛かったんだけど。もう嫌だ。ガチで。アリケンさん、終わりだ。死んだわ。はい、もうリスナーからもらいます。ありがとうございます。当たり前やん。やべ、このファルシオンいいね。財布持ってくるの忘れた。100円。財布持ってくるの忘れた。忘れた。1個あげようか。ま2個持ってきてる。マジもうさっき足りなかったから2個持ってきた。え、やばい、なんか1個置いてた。やばい、なんかグラセフ思い出した今。すごかったね。準備のいい男渋谷春。グラセフ、あ、誰か丸々持ってきた。あ、持ってきてるよーんって。ほぼ持ってる。いや、パシフィックゴートやりてねー。